うちに、ええ、雨が降らないうちに出かけよう。B、アメリカにいるうちに英語が上手になった。間、間に、夏休みの間ずっとその店でアルバイトをしていた。気がつかない間に怖い蜂が飛んできた。 手からでないと、手からでなければ、病気が治ってからでないと、学校へ行けない。使ってからでなければ、その品物が本当にいいかどうかわからない。ところだ、今からご飯を食べるところだ。ただ今、日本語を勉強しているところだ。 たった今、駅で木村さんに会ったところだ。ところに、ところへ、ところで、ところを。試験の最後の一行を書いたところで、突然気を失った。出かけようとしたところに電話がかかってきた。隣の人の答えを見ているところを先生に注意された。 通り、通り、人生は必ずしも人の考えの通りに行くとは限らない。えあんめ、今日は天気予報通りだ。によって、によっては、経験によって、給料が違う。この薬は人によっては副作用が出ることがある。 にこの歌を聴くたびに学生時代を思い出す。場ほど、ければほど、ならほど、名詞ほど、日本語は勉強すれば勉強するほど面白く感じる。ワインは古ければ古いほど高いです。 マンションは静かなら静かなほどいいです。上手な人ほど自分がまだまだだという。ついでに、買い物のついでに本屋に寄った。くらい、ぐらい、ほど、ええー、本は辞書ほど熱くない。 このテニスボールは、リンゴくらいの大きさだ。B、今日は冬になったかと思うぐらい寒い。このケーキは飽きるほどたくさん食べた。くらいはない、ぐらいはない、ほどはない。タバコほど体に悪いものはない。 お前くらい失礼な人はいないよ。くらいなら、ぐらいなら、みんなの信頼を裏切るくらいなら、むしろ死を選ぶ。に限る、うまい、やっぱり夏は生ビールに限るね。 に対して、兄はスポーツが好きで、毎日しているのに対して、私はあまりしない。反面、転職をしたら、収入が増えた反面、ストレスも増えた。一方で、ええー、親は厳しく叱る一方で、 子供の良い点を褒めることも忘れない。B。父は自分の子供に厳しい一方で、他人の子供には優しい。というより、彼はエンジニアというより教師に見える。代わりに、A。 病気の私の代わりに、田中さんが明日の会議に出席することになった。B。住んでいる町は静かな代わりに、仕事を探すのは難しい。C。今日の晩ご飯は僕が作る代わりに、君が食器を洗うんだぞ。 D 今年の旧正月は友達と遊びに行く代わりにずっと家にいたい。ために、ためだ。激しい雨が降ったため試合が中止された。によってによる A 事故によって電車は2時間も遅れてしまった。 B. この資料によって事実が分かってきた。から、ことから、小さな日から大火災になる場合もある。ここから富士山が見えることから、この町は富士見と呼ばれる。おかげで、あなたの情報のおかげで、犯人を捕まえられた。 せいで、せいか、熱があるせいで、何を食べても美味しくない。徹夜してゲームしていたせいか、目が痛い。のだから、ちゃんと勉強すると言ったのだから、すぐやりなさいよ。のなら、事件の真相を知っているそうだね。 知っているのなら、僕に教えて。では、では。料理がまずくては客が来ないよ。さえ、ば。決心さえあれば、何でもできる。たとえ、手もでも。 たとえ大変でも、最後まで頑張る。ば、たら、なら。ちゃんと勉強すれば、今はこんなに後悔しないのだが。ということ。日本人が時間をしっかり守るということを知った。ということだ、とのことだ。今朝のニュースによると、 日本チームが優勝したということだ。メッセージによると、田中さんは来月、アメリカの出張をするとのことです。と言われている。13は不吉な数だと言われている。とか、あの歌手は大金持ちと付き合っているとか。 A これは村上春樹っていう作家の小説です B 彼はすぐに来るって言った C あの店のケーキおいしいんだってというこのあたりは昔 海だったという。はずがないわけがない。あの正直な人は嘘を言うわけがない。とは限らない。多数意見が常に正しいとは限らない。わけではない、というわけではないのではない。 このレストランは、客がいつも一杯だが、特別に美味しいわけではない。転校するのではない、学校を辞めるんだ。ないことはない。走れば間に合わないことはないよ。急ごう。ことは、 が、この薬は効くことは効くが、飲むと眠くなってしまう。てもらいたい、ていただきたい、てほしい。君に僕のそばにずっといてほしいんだけど。学生にもっとよく勉強してもらいたい。歳をとった親にもう無理をしてほしくない。 させてもらいたい、させていただきたい、させてほしい。文化祭のポスターは私に作らせてほしいな。休養があるので、早く帰らせていただきたいのですが。と言い,いたらいい、ばい。ええ。今年、運命の人と会えるといい。B ゆっくり休んだらいい。あとのことは私に任せなさい。人の言うことをすぐに信じなければいいよ。命令形、禁止形。勉強しろ、ゲームをしてばかりいる。先生に、授業で話すな、と注意された。こと。 休むときは必ず学校に連絡すること。試験中だから資料を見ないこと。べきだ、べき、べきではない。行動する前に考えるべきだ。そのとき、ひどい言葉を言うべきではなかったのに。たらどうか。自分で作ってみたらどう ことにする。健康のために毎日ジョギングすることにしている。彼女と付き合い続けないことにした。ことになる。来月、日本へ出張することになった。今年は社員旅行は行わないことになった。ようにする。人に会うときは。 約束の時間を守るようにしよう。再び同じミスを犯さないようにしてください。ようになる。日本語が少し話せるようになった。ようとする。お風呂に入ろうとしたとき誰かが来たようだ。あの子は叱られても謝ろうとしない。 つもりだ。いつまでも、若いつもりで、徹夜していると、体を壊すよ。こそ、君こそ長い間、探している人だよ。でも、A、ビールでも何か飲まないの ?B、そんなことは、子供でも知っている。 も、足が痛くて立つこともできない。さえ、親友にさえ裏切られた。まで、A、合格するまで、勉強を続ける。B、彼の家には風呂場にまでテレビがある。 暗い、ぐらい、人に会ったとき、挨拶くらいちゃんとしてほしい。など、なんか、A、熱いお茶など飲みませんか ?B、中古車など買いたくないですよ。私なんかまだまだです。だけ、素晴らしい時計を見つけたが、 とても高いいので買えない見るだけだについて日本のお祭りについて調べた「に対して」に対する目上に対して敬語を使うようにしているによってこのお祭りは村の人によって守られてきた。 にとって、女性にとって、結婚は、博打のようなものです。として、日本語教師として働きたいです。ことがある。妻は最近、家でご飯を食べないことがある。何かあったかなことはない。 心配することはないよ。僕も手伝うから頑張ろう。のが見える。のが聞こえる。のを感じる。夜中遠くから誰かが泣いているのが聞こえる。とても怖い。のは、名詞だ。私が生まれたのは、静かな田舎だ。 というのは、十五夜というのは、満月の出る夜のことだ。のではないか、のではないだろうか。こんなに塩辛い料理は体に良くないのではないか。ようだ、ように、ような。あの人の心は、氷のように冷たい。五月になったばかりなのに、真夏のような。 暑さだ。ようだようにような人間のように、動物も愛情が必要だ。リンゴやイチゴのような、赤の果物が大好きです。ようにええ皆様ご存知のように、ベトナムは、天然資源が豊富な国です。 B. 田中さんに、私の部屋に来るように言ってください。つまに、家ではタバコを吸わないように言われている。生徒たち全員が、今年の試験に合格できますように。わけだ。A.30 ページの宿題なのだから、1日に3ページずつやれば10日で終わるわけです。 B. 目の検査をしたら、随分禁止の度が進んできた。この頃、遠くのものがよく見えないわけだ。わけにはいかない。先輩が帰らないので、新入社員の僕が先に帰るわけにはいかない。ないわけにはいかない。家族があるから、働かないわけにはいかない。 ばかり、最近、雨ばかり降っていて、洗濯物が乾かなくて困っている。手ばかりいる、遊んでばかりいないで、勉強しなさい。ばかりでなく、頭が痛いばかりでなく、少々熱もあるんです。ばかりだ。 A 今の世の中にわからないことが増えるばかりだ B 旅行の準備はできましたもう出発するばかりですあばかりこの車は先週洗ったばかりなのにもう汚れてしまったとたたらた A プレゼントを開けたら人形が入っていた B 庭の掃除をしていたら突然大雨が降り出した C 箱を開けるとおもちゃが飛び出したとだ、た先生は教室に入ってくるとすぐ試験問題を配り始めた も、ば、も、も、なら、も。人生には楽しい時もあれば辛い時もある。かける、かけた。母は読みかけの本を置いて買い物に出かけた。切る、切れない。40キロの長い距離を走り切った。こんなに、たくさん、一人では食べきれない。 続ける。国に帰っても、日本語を勉強し続けてくださいね。通す。自分で決めたことは最後までやり通そう。抜く。彼は、約束を守り抜いた。始める。明日から、日本語を勉強し始める。 出す。電池を入れ替えたらおもちゃの車が急に動き出したつらい上司に会社を辞めると言いづらいので悩んでいるガチ子供の頃は病気がちだったのでよく学校を休んでいた気味寝不足気味で今日は 頭が痛いらしい A 田中さんは男らしい人だ B 風邪をひいた時お湯をたくさん飲むといいらしいっぽい A 私の彼は子供っぽいすぐに怒るし考え方も子供だ B. 彼女は秋っぽいので、新しいことを始めても長く続かない。みたい。彼の鼻はバナナみたいに長い。道が濡れてるし、雨が降ったみたいです。だらけ。田中さんの部屋はゴミだらけで、とても汚い。<laughs>